こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です、えー。先月7月の18日からね、えー、Amazon 質マニュアルのモニター,、えー、プラン開始しまして、えー、1ヶ月経過しました。で結果的にはね、えーまあ、思ったより、まあ、早いペースで、まあ、アカウントはすぐできてね、えー、全く何もやったことありませんでしたという方でも、まあ、アカウントを作るとこまで行って、 で、えー、商品をどうしようかと。早い人はもう商品納品してるという段階になってます。でね、えー、何が、まあ、足りてないとかね、えー、どういう今まで項目があったかね、えー、ちょっと項目が多くなると分かりにくいんで、目次を作ってみました。でね、えー、まずこの1番サポートの使い方から2番3番と進んでいってね、 これ、例えば、サポート、ね使い方分かっていれば、もう次アカウント登録に行って、アカウント登録できたら商品探しというふうにね、どんどん進んでいってもらって、まあ FBA 納品、でトラブルの対応と。でまあ今後はね、商品探しのヒントと NG 集、NG ねやっちゃいけないこと、扱っちゃいけない商品の情報、まあそれからね、え、ー まあ、カタログ作成とかあるいはジャンコードなんかを、えー、質問があったり、えー、進捗具合に応じて、えー、入れていきます、ね、まあ、当初ねまあえー、1ヶ月でアカウント作ってで2ヶ月目で出品して納品してと思ってたんですけどまあ1ヶ月も経たず2週間でほとんどの方アカウントできちゃいましたんでね、えー、まあ、1ヶ月あれば口座ができるというところまでは持っていけることがよくわかりました でこの目次ね、パスワードかかった記事結構ありますんで、パスワードかかった記事はね、えー、パスワード付きのマニュアル、えー、目次のリンクがありますんで、そちらをクリックするとね、えー、パスワード書いてあります。ねえー、サポートメールマガで、えー、8月20日月曜日に流します。まあ、も,しもしその前に、ねえー、この動画見て、項目、この項目見たいけどパスワード見つかりませんという方はね、えー、ご質問ください。 で何しろね、えー、これも m、えー、アマゾン輸出、すごいオーストラリアで販売できるっていうのはチャンスです。まあ、この凄さをね、いまいちよく分かってない方がいるみたいなんで、まあ、例えば、日本で販売するんだとね、えー、どういうことになるか、これ楽天なんですけど、楽天で例えばね、えー、月100万売るとなると、月間コストがね、9万から10万1900円、9万1400円から10万1900円。 かかりますで売り上げ目標を、ね、300万にすると、えー、26万4000円が28万9千円かかると。まあ、これね、えー、競争の激しい、ね、ここで何を、ね、300万売ったら利益取れるんだろうというのも途方に暮れちゃうような、ね、日本で、えー、販売するんであっても、まあ、この月間10万とか30万かかるわけですね。まあ、そこにオーストラリアは、まあ、正直 手元にあるもの手近なショップとか、ね、手近な店のものを適当に手当たり次第送れば、まあ、利益率30%の商品が見つかる、ね、そんな市場に、ねえー、わずかなお金でも販売準備ができてしまって、まあ、今後も、えー、売れた分の手数料以外は、えー、月49ドル、ね、だから4000円ぐらいしかかかんないということなんで、ねまあ、すごいショップが簡単に手に入れられちゃったと。 いうのがね、えー、実情なんで、まあ、せっかくなんでね、えー、アカウント作ったんだから、まあどんどん商品ね、NG 商品の先でどんどん商品を販売して、えー、儲かる商品を見つけてください。ねえー、また、えー、商品探し等についてね、えーまあ 正直お金はあるし、口座無事できたから、えー、個別サポートにアップグレードしようかなという方はね、えー、ご相談ください。まあ、商品が見つからないんであれば、そのスカイプだり、えー、何なりを使って相談していった方が見つかるのは早くなりますし、まあ、今ね、ほとんど、まあ、これだっていう商品を見つけている人がね、えー、日本人だとおそらく、えー もうほとんどアマゾンの規模から言ったら競争ないような状態なんでね、まあ、早めに見つければ、えー、それだけねアマゾンにも、えー、よく思われて、まあ、今後安泰という形に持ってきやすいんでね、えー、商品探しお金はないけど時間はある方は、えー、どんどん商品を探していくと、ねえー、時間はないけどお金はあるという方は、えー、個別サポートにアップグレードして商品を探していってください、まあ、そんな形で アカウント作成まで、まあ、ほぼ1ヶ月できてますけど、まあ、もしまだできてないという方はね、これを参考に進めていっていただいて、また、わ、えー、かんない点がありましたら、えー、どしどしご相談ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。